56レオナードストリートはニューヨーク市マンハッタン区トライベッカのレオナードストリートに建設中の超高層ビルである。高さは60階建ての821フィートで2015年現在トライベッカで一番高い建物である。設計はヘルツォークドムーロン建築事務所でこの建物を空中に積み重なる家と表現している。デベロッパーはアイジック・サンバーハールである。 このビルは45ユニットのコンドミニアムで、ユニットあたりの価格は3500万 US ドルから5000万 US ドル。サイズは1418から6400平方フィート、2から5ベッドルームとなり、各ユニットには屋外のスペースもつくことになっている。2013年6月、このビルのペントハウスは4700万 US ドルで、売れ、ミッドタウンより、 南のマンハッタンの建物で過去最高値となった。2015年6月に最長部に到達し、完成は2016年の予定である。56レオナードストリートのビル及び内装は、ヘルツォークドムーロンによる設計で、内装はデザインキッチンやバスルーム、暖炉、その他の付属品などが設置される。地上に置かれる彫刻は、アニッシュカップーアが設計する。EN。 ゴールドスティン、ヒルウエストアーキテクツ LLP が建設を監督する。9階と10階には17000平方フィートのアメニティ空間が設けられ、75フィートのプールや25席の映写室、プライベートダイニングルーム、子供のプレールームが置かれる。エレベーターは7機設置され、また発電機が9階に設置されることになっている。上の8階分は、 各階が一つのユニットで占められ、面積は5200から6400平方フィート、天井の高さは14から19フィートとなる。さらに、1階のロビーは高さ2階分で、輝く黒い花崗岩で覆われる。ありがとうございます。